お邪魔隊。この番組は八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。火曜日のこの時間は何でもお邪魔隊です。八戸市内の様々な名所やスポット、施設などをご紹介します。こんにちは、小笠原千恵子です。何でもお邪魔隊、今回は八戸市水産科学館マリエントにお邪魔します。では自己紹介をお願いします。私、マリエントの森田真美と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。同じくマリエントスタッフの山本彩香と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはお二人のお仕事についてちょっと伺いたいんですが、森田さんからどんなことを担当されてますか？ご来館されたお客様 の、 案内をしたりですね、お客様が見やすいように魚のキャプション作りなどを主にさせていただいております。で、聞いた話によりますと、マリエントのスタッフの皆さんは全員がマリンレンジャーで、全員に色が当てはめられていると聞いたんですが。はい、私はピンクになります。はい。そして山本さんのお仕事は？主に水槽作業、魚の飼育などをメインで行っております。ということは潜ってるんですか？はい、私はミドレンジャーとして今水槽に潜って餌付けの方を行ってます。はい、まずですね、マリエントの概要から聞いていきましょう。では森田さんからお願いします。マリエントは平成元年10月10日に学んで遊べる通年観光施設としてオープンいたしました。3階の展示室では独立行政法人海洋研究開発機構の全面協力のもと、地球深部探査船地球の展示を行っております。その他にも八戸で有名なスルメイカの展示、あとは近くの蕪島を繁殖地としているウミネコに関する展示、その3つを中心に行っております。はい。その他にも受付の後ろに大きな水槽があるんですけれども、あちらには今3月11日の東日本大震災で被災した岩手県の久慈市モグランピアからお預かりしているモグラン亀吉の元気な姿もご覧いただけます。岩手県の方から亀吉くんを見にわざわざ訪れてくださる方も結構いらっしゃいますし、その亀吉が泳いでる元気な姿を見て元気をもらうっていう方も結構いらっしゃって、はい。それでは1月の企画展、こちら聞いていきましょう。はい、大津区からやってきたクリオネ200匹を現在も展示中になります。はい、こちらは東日本大震災からの復興を願ってのクリオネの展示になりますので、たくさんの方に見ていただきたいと思っております。さあ、森田さんからもじゃあお願いします。1月の特別企画展として、行く年来る年水の中の七福神というものを行います。これは七福神の名前が入った魚たちを集めたり、あとは姿形が七福神の姿に似ている魚を集めて展示を行うものなんですけれども、今年1年が良い年でありますようにと福を運んでくれる七福神に願いを込めまして行う展示となりますので、ぜひこちらもクリオネと合わせて皆さんに見ていただきたい展示の一つとなっております。はい、これは1月30日までの企画展となってますので、1月中に見ていただければと、はい、思っております。はい、いやー、楽しい企画がマリエントさんは本当多いですよね。みんな思ってる気持ちは一つなので、お客様にどう楽しんでいただけるかっていうのですね、また来ていただきたいっていう気持ちはみんな一緒なので、そのためにどういう工夫をしなければいけないっていうのもみんなで考えて頑張っています。はい、全員がレンジャー、一人一人が主役だからこそ一生懸命魚たちの魅力をアピールできるんですよね。ちなみに館長はゴールドレンジャーだそうです。
大水槽のマリンレンジャーじゃんけん大会や展示している魚たちへのスタッフによる餌付けなどは団体のお客様がいらっしゃった時にも行っているということですので、お気軽にご相談ください。八戸市水産科学館マリエント、 JR 佐賀駅から徒歩およそ15分、蕪島のそばにあります。現在の開館時間は午前9時から午後5時まで、年中無休です。3階展示室の観覧料は一般大学生300円、65歳以上のシニア料金150円、高校生200円、小中学生100円です。またお得な回数券や団体割引などもありますので、詳しくはお問い合わせください。八戸市水産科学館マリエント、電話番号は0178-33-7800、 33-7800です。来週はマリエント館内をご紹介します。以上、何でもお邪魔隊でした。おつげ八戸お邪魔隊。続いてはイベント広報隊のコーナーです。このコーナーでは八戸市内で行われた様々なイベントなどをご紹介します。今日のこの時間は1月5日に行われた八戸市営魚市場の初売り式の話題です。この日の朝7時、八戸市第二魚市場において漁業者、仲買、卸売業者が多数参加して行われました。それではまず魚市場の解説者でもある小林誠八戸市長の挨拶、その後鏡開き、そして三本締めをお聞きください。ただいまから平成24年八戸市魚市場初売り式を行います。皆様明けましておめでとうございます。平成24年八戸魚市場初売り式にあたりまして、一言魚市場解説者としてご挨拶を申し上げます。昨年の東日本大震災におきまして、当初も甚大な被害を受けたことであります。港湾、そして漁港、陸海部と工場、水産基地、大変な被害でございました。水産都市であります八戸にとって漁港の被害、そしてまた漁船の多くの船が失われたところであります。まあ、そういった中で皆様が復興に向けて一致団結して取り組んでこられた、そのことに対しまして心から敬意と感謝を申し上げます。10ヶ月、まもなく10ヶ月が経とうとしている中で、しっかりとした水産業の生産が行われ、流通も回復をした、このことは本当に注目すべきことであるというふうに認識をいたしてございます。昨年の水揚げ量は12万1000トン、災害が大きな災害があったにもかかわらず、前年を上回る水揚げを記録いたしました。本当にありがとうございました。今年は三陸の漁業の復活のそのモデルとなるような皆様の活躍を心から期待をするものであります。まあ、大変な災害であったわけでありますけども、そこからしっかり復興をして、そしてまあその辺の元気をですね、この港から発信をしていただきたい、心から期待を申し上げます。せーの、よっしゃ、よー、初売り式に続いて行われた初競りでは、競り人、そして仲買人の威勢の良い掛け声が魚市場全体に響き渡っていました。震災を乗り越えて八戸の港、浜から元気を発信してほしいですね。以上、イベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページ、または八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。